どうも、ホクロックビです。ホリーです。ミトワです。ソイちゃんです。こんばんは。こんばんは。こんにちは。あ、こんにちは。おはようございます。おはようね、先日、100均でお互いにプレゼントし合う企画、最終的におもちゃで合奏をしたじゃないですか。あれはまあ、あれで良かったんですけど、ちゃんと楽器をちょっと作ってみたいなみたいなことを思って。はい、そうな。今回は、あげちゃんプレゼンツ、オルゴールを作ってみよう。あオルゴールね。オルゴールって作れるらしいです。私個人的にオルゴール好きで、今回は自分で作れるキットを発見しまして、作ってみようぞ。自分たちの曲をやってみたら面白いんじゃねえかなと思って。じゃあちょっとそのキットを持ってきたんで、あら出現させます。ポン、こちらです。こんないけんの、こんなちっちゃい、なんかいけるんですよね、これが。まさかの説明書がない、はい、あ、回すんだ。回すんだってことはわかるね、なんかそうこれはなんか穴あきパンチみたいなやつ、ね、これに穴を開けるの。そう、なんか譜面みたいになってて、これでできるのか。あなたが持ってきたんでしょ。マジなんか適当にパチパチ開けてさ。そうっすね、なんかやってみましょう。ドレミの歌でもっていう、気をつけてるね、なんかよくわかんない。これは難しいぞ。おお、今飛んだよ。知ってるよ。どうぞ。なんでその会話。おお、私も私も私も君も。なんかすごい楽しい。3つ穴を開けました。楽しい楽しい。でここに多分入れるんですよ。はあ、はあ、回してみます。えっ多分回すの早すぎてさ、同じ一音になっちゃったんだよ。え、おもろ。いいんじゃないこれ。こんなんあるんだね。でもお互いいんでしょ。これ流行るんじゃない。あ、びっくりしちゃった。あ、オルゴール流行るのってなんかちょっと素敵な世の中だね。いいよ。ちょっとお前の試させてよみたいな。あ曲作り積みまくった時にさ、適当にバーって開けてさ、回してみてさ、それでインスピレーションから作ったりしたり。あら、英語だ。それインスピレーションってね。じゃあやってみますか、うん、自分たちの曲を。曲を。はい、では選曲はどうなるんだい。何をやりたい。チーム子供。おお、早い。珍しく早いね、反応。前のめりだね。私じゃあ抑えのちゃんぽんかな。簡単そうだしね。サビが多分ねやりやすいよ。はい、でででで でだからね最初。あ、そうなの。それは分かんない。最初4つが同じ音っていうのは分かってる。はあ、大したもんだ。じゃあ私はアルバム骨格からスイミングキャットをやっていいですか。難しそうじゃない。リズム細かいよ。あ、でもそうか、ここで調整も別にしていいわけだよね、手巻きなんだから。あ、確かに、そう。ふっ、おはよいとかで、できるできる。あー、なるね。それならまあ、いけるか。やり終わるね。いけるいける、やってみましょう。うん、音を取るとこからかな。じゃそれぞれ音取りタイムにしよう。はーい。今のでね、大体取れたわ。嘘でしょ。ほら、ほらほら、もう取れた。これしかないね。あ、歌う。ねえ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 、一緒か。
気をつけてね、指と手。おうおうおう、指に穴開いちゃうからね。おうおうおう、指に穴開いて、わしはオルゴールかっつってね。感覚近すぎるとやっぱダメなんじゃない、針が。ほら、ってか、やばい。いや、近いと思うよ、多分それすごい早いことになる、多分タララそれはもうでも自分のね、演奏力だから、ここの手加減だからね。あ、これ下 C までしかない、うん、上でやった方がいい。あっちゃん、このピンチを乗り切れるのか。こんな上から始まるってことか。そんなに上から始まるのか。穴を今開けた。これは時間かかるぜ。いや絶対難しいでしょ、睡眠の結果。クロックチャンネル、 チャンネル。完成しました。いや。はい。どうやらこのオルゴールはここに紙を挟んでこの楽譜になってるやつをこう回していけば、あのオルゴールとして機能するというものでした。研究した結果、一人ずつ聞いていきますか。盛大に間違えちゃったんで先やっていいですか。いいよ。ポリーいきます。ホクロックビでスイミングキャット。あなんか3週やっちゃったよね。なんか多かったよね。でもなった。いや、よかったんじゃない。おー、やったね。では、水戸曲紹介を。チーム子供です。緊張するのよ。難しいなぁ。違うぜと思って、幅を広めにとったらこう全部収まりきんなくなっちゃって、後半結局すごい狭くなるっていう。じゃあそんなわけで行きましょう。よろしく。では聞いていただきましょう。ではグロック首でちゃんぽん。
あー最後怖すぎ。でもオルゴールバージョンとしてはいいんじゃない、これぐらいのテンポで。これぐらいでしょ。タンタンタン、そうしてちゃったと思った。では今回はオルゴール作りに挑戦してみました。いいどうでしたか。いや、もっとめちゃくちゃになると思ったけどね。ね、私はほぼ完璧ですよ。うーんって言われちゃった。お兄さんはどうでした、そのオルゴール好きとしては。でもなんかこれを回してる時の感じが文化的でいいなと思いました、ね。あらいいと思います、すごい気分転換とかにもね、はい、数千円で買えるっぽいんでらしいね。そうそう、言い残したことはないですか。まあ、自分たちのね曲でやったからね、うん、まあオルゴールでもあり、まあオウンゴールでもあったのかなっていうところでね、今日はね。それでは僕の首でした。また来週。来週目指せハットトリック、頑張れ日本。うわ怖い、やばいおじさんだ。怖っ。もう帰るよ。ねえ、バイバイ。止まらなくなっちゃってるよ。